みです。はい、今日は2024年上半期買ってよかったものランキング、イエーイ。ということで今は6月ですね。そうですね、はい、はい、ということでもう今年半分終わったということで、上半期か、うん、買ってよかったものちょっとベスト5位でつけてちょっと紹介していきたいと思います。ベスト 5? はい、順位付け、はい、じゃなしで。はい、ということでちょっと紹介していきます。はい、最初はグーじゃけぽい。いやどうぜ。じゃあ、はなちゃんから。はい、私から、はい、いきます。はい、ということで私の1個目はマールトンです。これは2月か3月ぐらいに買ったもので、また寒い時に買ったな。そうで、春アウターです。こちらはマールトンノンカラー、お値段が42,900円で、ネイビーでサイズが32と34あるんですけど、それ34を買いました。これニコタマのトラディショナルウェザーウェアに見に行った時にもう一目惚れして、でこのノーカラーがね可愛いの。ノーカラーとこのなんかオーバーサイズショートコートなんだけど、なんかオーバーサイズのシルエットで、なんか結構ゆとりのあるサイズ感です。でこの金ボタンが可愛いの、このネイビーとの組み合わせが、とにかくちょっと上品な大人な感じのコーディネートにしてくれて、すごい華やかにしてくれました。今年の春コーデはこちらで。これ借りたけどよかったな俺。うん、克実くんね、あの借りパクしてって。パクとかないから嫌やから。いやだって私これ買ったんだもん。そうやろ、ハナちゃんだって俺の服着てるやん。いやでもさ、なんか貸してってやつ言ってるけど。言ってないよ、黙って借りていくやん、いつも。え、違う違う、これ違う違う、これあの私が着る前に着たから、克実くん。ハナちゃん俺今さ、ふにじゅにゅーって絶対もう、絶対借りてないやと。いやいや、言ったで貸してて。はい、ということで、で、あの、かなちゃん結構コーデな、くれたりな、こんな感じ。そう、私これね、お気に入りで、春一番着てたアウターかなって思います。ちなみに僕のコーデもね、こんな感じで。いや、いい、あなたの。なんでよ、俺の見せてあげて、ちゃんとな。そうなので、あの、春の、まあ、買ってよかったアイテムだけど、でも上半期にこうベストバイで入るアイテムでした、うん、おー、バッグ、はい、オールドマンステーラーのトートバッグです。これ京都のパッチマルシェ行った次の日に、うん、なんかお店屋さんに買いに行ったよね。そう、京都の、ね、セレクトショップで、うん、で、品名がオールドマンステーラー、タータンチェックトートバッグ、サイズ S ですね。あ、なんか大きいのもあるよね。あるで、これは17,000円で買いましたね、うん、なんかさ、セレクトショップのさ、うん、あの方がさ、なんか、うん、これ多分あのスーパーに行った帰りの何ていうの、何バッグっていうの、マルシェバッグみたいな。そう、だからネギ入れてくださいって言ってて、ネギは足りてるから別にこれだけやとして。え、でもなんかさ、ネギ飛び出るよね、全部。そう、なんかルーツルーツの安井さん、ちょっと面白い人やからな。みんなも行ってみてほしい。そう、いいお店ですね。私も初めて行ったんだけど、めっちゃ面白かったな。これは、まあすごい気に入ってて、まあ2人ともこれも、これは、まあ、チェックのトートバッグ、まあ、これ昔からもうずっと欲しかったね、なんか知ってて、うん、で、まあ、ようやく買えて、なんかチェックやねんけど、すごい頼りがいがあるな、この生地、しっかりしてる、うんうん、ブレディとかと同じ機能性も備えてるというか、うん、こう荷物もよく入るし、ガシガシ使えるからさ、うん、まあ、そういうもんってやっぱ必然的にな、頻度が増えるから、そう、すごく気に入ってます。これは差し色によく使っています。あ、こうでこんな感じ、こんな感じ、私もこんな感じ。もういいっす、それは僕のだけで。じゃあ私の2個目です。よいしょ。これはラコステヘビーウェイト鹿の子ボクシーシルエット、カノコ、ヘビーウェイト鹿の子ボクシーシルエット、カノコやってるから、うん、ヘビーウェイトカノコボクシーシルエットクレリックポロシャツです。でお値段が 17,600円で、ネイビーの36番を買ってます。もっと最近買ったんですけど、夏に向けて、それユニクロの持ってるんですけど、おかしがし使いすぎちゃって、うん、なんかちょっと新調したいなっていうので巡り合えたポロシャツです。こちらそれにもね、ラインが入ってて、うん、なんだろう、この襟の色を拾ってね、ここにもラインが入ってて、ラコステね、ポロシャツ買ったことなくて、ずっとフレットペリーとか着てたんですけど、ちょっとなんかこう変化球を加えたくて、裏切ったフレットペリーは。いや、フレットペリーはフレットペリーの良さがあるのよ。そう、なんかこれね、ワニちゃんのね、あのワッペになって可愛いでしょ、これ。うん、そう、
幅が広くてゆったりと着れるポロシャツで、この夏超欲しそう。これはマジで可愛い。うん、緑のさ、うん、このテープがついてたりさ、なんかピンクのボーダーでもここになんか緑のライン入ってたりとか、なんかラコステって結構なんかこういうなんだろう、裏にもなんかデザイン性があるっていうか、細かいところまでしか使われておりますな。だから可愛いなと思って、うん、そういうのも含めて買いましたこれ、うん、はい、じゃあ僕2つ目、はい、はい、サイの、リンガー T シャツですね。わ、品名が、ロゴプリンテッド T シャツ、うん、でサイズ僕38を買いました。で価格は 14,300円です。色ホワイト。ホワイト、はい、配色可愛いね。うん、リンガー T シャツめっちゃ好きなんですよね。なんか T シャツってやっぱあの普段なんていうんですかね、こうむずいじゃないですか、夏の T シャツで差をつけるのって。だからこういう配色になってるね T シャツとかすごい好きなんですけど、カジュアルなんですよね、どれも結構。なんかやっぱリンガー T ってアメカジっぽいのはすごい。なんかサイのやつってなんかそのアメカジのテイストが入ってるけど、パターンとかはこうイギリスを元にされてるから、なんかこうすごい品があるのよな、こういう。パターンとか言われてもわかんないよねみんなね。難しい、はじめくん。いや、じゃあパターンね、作りアメカシのテイストやけど作りがこう上品やから、こうリンガーってやねんけど綺麗に着れる。うん、サイってそういうなんか雰囲気あるよな。そう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 、でこれめっちゃ縫製にも気使われててっていう。縫製はわからない。いやでもまあとりあえずそういうなんか感じっす。もう話せ、俺何も話せんこれ。めっちゃ気に入ってるこれ、もうずっと着たい、うん、じゃーん。3つ目はミムベリのバッグです。こちらは、海外から取り寄せたものなので、お値段とかはちょっと難しいので。これ購入品じゃないよな。そうだった、ビデーン、ビショップで別注で出てて、この色欲しかったから、あれやな、本国に問い合わせないの。あ、そうだそうだ、英語で。そうなんですよ、だからちょっとまあ、品名はミミヘベプラムっていう商品で、うん、まあ、ちょっとお値段は海外のお値段なのでちょっとわかんないんですけど、204ユーロらしいです。そう、ビショップの別注の形とほとんど同じ形で、赤でこう差し色を使いたい時にこういうコンパクトなバッグがすごい欲しくて、ミニベリに出会いました。で、これはいただいたんですよね。いただきました。なんかよく身につけてくれてるからって言って送ってくれたな、これが。そう、優しいの、ミニベリさんありがとうございます。英語で喋らな分からんじゃん。 Thank you very much。 No って言われる。なんかミミリって金具が全部金で、うん、私のドンピシャなポイントなんですよね、ここで。それに大人っぽいボルドのカラーにもう金ボタンの組み合わせがマジで可愛いで、これ、うん、私が持ってる黒いミミベリよりもちっちゃいけどマチがあるから入る、黒いよりかはこんなぐらいで広いな。そう、広がるから結構入ります。でこれは 2way でショルダータイプとハンドバッグにも持ってます。コーデはこんな感じです。はい、じゃあ僕の3つ目はアディダスのサンバですね。はい、サンバ OG だったかな。これはサンバもちょっと僕あんまスニーカーとか詳しくないんで種類がいっぱいあるかわからんねんけど、これはサンバ OG って書いてありますね。15,400円、まあ、多分本革とか合皮とかなんか違うんかな、値段がちょっとわからへん、その辺はもう正直わかりません。なんか多分流行りよりはちょっと過ぎてるけど、ちょっとクリーンなスニーカーが欲しくて、でこれ買ったんですけど、すごい使ってます。これ履きやすい、サンバやっぱ流行った理由が分かった、すごい。白黒やからすごいこう何の服装でも合うし、でちょっとこう細長いフォルムやからなんか綺麗に決まるね、スニーカーやけど、うん、おすすめ。多分めっちゃ履くと思う、ここから。まあコーデがな、一応こんな感じで組んでて、大体でもモノトーンに合わせることが多いかな。なんかいつもさ、かつみくん革靴とかさ、ローファー系が多いけどさ、なんか新鮮だよね、こういうの。そうだね、一気に雰囲気が変わって。じゃん、サイのスカートです。はい、よいしょ。これはサイベーシックスでサンホアキンチノアンゴって、サンホアキンチノ、サンホアキンチノ、サンホアキンチノってないんだよ。サンホアキンチノ、サンホアキンチノ、サンホアキンチノフレアスカート、モーメンです。ミメンな。なんて言った今、モーメン、モーメン。やばいっすね。37,400円でベージュです。サイズは38番を履いてます。でこれは春ぐらいに買ったもので、サイの展示会でそこで予約して届いたものなんですけど、なんか大きめのプリーツが入ってて、裏にも360度入ってるんですよね。だから入ってて、もうそれも可愛いし、こうギュッとこうなる、そうこうなる、
違う、こうでこうやな、うん、そう竹缶はロングです。でこれは、168cm の私が着てすねギリギリなので、まあ、なんかロングスカートが好きな方はちょっとおすすめします。で生地がすごいしっかりしてる、まあ、でも通年使えるアイテムなので、そのなんだろう、その季節問わずにおしゃれを楽しめるスカートかなって思います。ガシガシ着てる、裏もね、そうしっかりしてて、しっかりしてるけど、これもなんかデザイン性が あってすごい可愛い。これもね、いろんなコーディネートに組んできたんですけど、マジでスカートの中で結構ランク上位です。でこの色はベージュっていうよりかはキャメルに近い色味をしてるので、はい、じゃあ僕の4つ目。ね、危ないよ、普通に。こういうとき違う違う、危ない、分かった、もう分かった。はい、じゃあ僕の4つ目早く。はい、これやったらアンチパンから。はい、トラディショナルウェザーウェアの、アンブレラバンブーライト、値段は15,400円で、赤いタータンチェックの柄ですね。かわいいこれ、なんかほんまに買ってよかった。なんか雨の日が楽しみになった、うん、雨の日なんて人生で生きてきて楽しみな時なかった今まで、はい、これ買ってすごい雨の日が楽しみになったから、うん、よかったなと思って買って、高かったけどね、ちょっと傘にしてはやっぱり、まあそう高いね、まあ、唯一の欠点あります、これ告発します。だから風の日に使うのが怖い、風の日に使うのが非常に怖いです。これなんかでも骨組みとかって どんな感じなの、わからん、その俺高級な傘を買ったことないからさ、うん、割れにくいのかどうかとかよくわからないんですけど、とりあえずなんか一回これ持って行って行きし、雨降ったから会社行って、で帰りめっちゃ暴風やってん、大雨で。でもなんかこれ壊れたくないから結局傘差さずに帰っちゃった。えっ、ね、やばいやん。何のために傘持って行ってんの、何のための傘っていう話をなんかフォロワーさんにしてたら、傘も修理屋があるらしい。え、そうなの。そうだからなんか壊れても持って行ったら直せるって言われたから、うん、なんか生地とかも変えられるらしいで、修理屋さんに行ったら。なんでさ、トラディショナルウェザーウェアはさ、いっぱい種類があるのにこの赤にしたの。タイヤ使えると思ったからかな。相談したいの、買うとき花ちゃんに。ああ、ええ、したね。なんかどうせ買うんやったらな、一人で使えるよりも二人で使えた方がいいから、まあ、花ちゃんも似合いそうな赤にしました。はい、最後のアイテムです。じゃーん、大祭山、大山、大祭山、ちょっと間違えた、大山祭、大山祭しました。オズモポケットのツリーを買いました。こちら新作でございます。新しい、これね2種類あるんですけど、スタンダードコンボとクリエイターコンボっていうのがあるんですけど、私はスタンダードコンボ79,200円のものを買いました。これは、北海道をね、この間行ったんですけど、ちょっと北海道行くからっていうのを口実をつけて買ったんですけど、マジでいいの、画質がえぐい。これは旅行行くときに、なんか今までな、その iPhone で回したりとか、Vlog カメラみたいなの回してるな。そう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 。なんかそれやと、なんかこう、iPhone やと画質不安やし、うん、かといってカメラやと、なんかこう、なんかこう出して撮影って感じだもんな、そうだね。うん、なんかこう、ゆるーく撮りたい、いかつ、まあ面白い部分も撮りたいってことで、なんかこう、長時間こう、回せることができるっていうのもあるし、うん、回してる感じがしいな、こう。そう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 。こう、ナチュラルに撮れるから、それもいいねって相談して、ちょっと私存在しました。撮りやすいし本当に綺麗なの、画質が、うん、なので北海道旅行楽しみにしてください。ぜひオズモポケットで撮ったやつ、オズモポケットで撮ったやつ、うん、見て、いくらやばやば、ほらいくら、えぐいえぐいえぐい。いやこれはマジで買ってよかった、本当に、うん、手ぶれしいんだな、全然手ぶれしない、それがいいな。そうそう、なんかドライブトークをしたんですけど、うん、それもなんかしっかりなんか私たちのことをこう後追いしてくれて、うん、なんだろう、とにかく滑らかで、この内側から外側のカメラにこう切り替える時もこうニュインみたいな、うん、なんか塗るみたいな感じなの、すごい、とにかくこれはおすすめです。まあ、ただちょっとまだ慣れないっていう、嘘、慣れない、めっちゃ簡単な操作。え、でもさ、克実君もそう、え、これ、なんか言ってたよ、やってない、その1日で終わった、その俺機械得意やから。いやいやいや、ああ、私も機械得意や、どこがやなんかあれな、スミカのなライブ行くねんな、なんか、うん、で、なんかどこで予約したかわからんとか言って、でもあれは機械と関係なくない。いや、機械みたいなもんや、もうそんなばっかやん予約が。なんかずっと1時間ぐらいなんか探してこう、とか言ってなんか感謝を起こして、もう無理とか言って家で叫んでた。はい、神としてこれちょっと崇めておきますね、神、神、って感じで、購入品紹介でした。
した。はい、はい、まだまだ紹介したいものはいっぱいあったけどな。そうだね、うん、結構私たち毎月5、6万くらい買ってるからいろいろあるけど、まあ、値段もそんな安いものではないから、うん、そんな個数も多くないんだよね。そうやな、どっちかというと少なくいいのを買ってます。そうそうそう、なのでその中からちょっと厳選して選ばみました、うん、選ばみましたまあ、今日のないやつ使ったやつとかインスタとかにいっぱい載せてるし、 YouTube でもまた紹介していくと思うので、ルクルクとかでな、うん、で上半期なのでこれから夏使えるものとか、あと辰巳くんが紹介した傘みたいに梅雨のグッズとかもあるので、うん、まあ、これからこの上半期を買ったアイテムで楽しめるかなって思うな。はい、では次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。バイバーイ。